なみに時間はまだ30分近く。で、一駅先ですから、32分ぐらいでしょ。4分ぐらいはかかるはずなんで、電車もね。いやー、あれめちゃくちゃ暑いね。結構汗かいてきてるわ。セミも鳴いてるわ、あれ。まあでもまだ風が出たらすぐか。いや、しまった、ほんと。帽子だけ持ってくればよかった。日差しがすごい。スポーツの森、あ、このとこにいなくて。もう一回あるんや。昨日キムカーチからだからもういなくて地区に入ってるって。野球場もあるんだ。結構でかいね。なんなら今試合中なんだ。五回表。結構朝早からやっとったんやね。そうそう、朝の8時か8時前ぐらいからやってるのかな。スポーツの方に9時、5時、10時。あ、でも意外と10時5分に来るやつもあるんだ。ここも箸書き換えるんだ。準備してますね。なるほどな。こちら側にドカンとできるんですね。あ、今日は帽子必須だったな、これ。すごい立派な橋だ。あ、なるほど、確かに今の橋古そうだし、ちょっと細いのね。トラックの離合とか微妙な太さだね。なんならここ高架地になってなくて水口町になってるもんな。わあ、懐かしい。これ昔の水口町の旧所町所だ。こういうとこに残ってるんですね。意外と分かりやすいとこに残ってますね。マンホールとかに残ってるケースは多いんですけどね。し、そうですね、これはかなりどっかに建造年書いてあるかな。書いてあるとこどっかにありそうだけどな。反対側かな。あ、これは古い橋だ。確かにだいぶ幅も狭いんで、こっちに新しく作ってるんですよね。水位はそこまで高くないですね、今日は。こんな感じですよ。見てもらうと分かるかな。ギラギラに眩しいですね。暑い。めちゃくちゃ気温上がってきた。やべえ、これお昼前は相当やばそうですね。でもこの橋いいですけどね、なんか風情もありますよね。多分車へ来てたら、お、やべえ、細っ、ちょっと来たらどうしようって言ってそうですけど。打線もないし、なんかすごく独特な
あ、向こう側はもうつなぐ準備できてますね。なるほどな。こっちはもうちょっと基礎工事を進める感じか。なるほどね。補足急行地。あ、上三菱セメント。MUCC 三菱宇部セメントカンパニーかな。あ、コーポレーションだった。ちゃんと書いてあった。宇部もセメントの町ですからね。小野田セメントもね、昔ありました。あれも今の山陽の雑誌なんで、山口で、宇部市の隣ですもんね。渡ってよかったな、途中ね。で、地区と中学校で、こっちから行った方が良さそうかな。あ、そっち行ったら声優とかがあるんだ。なるほどな。あー、そんな辺りか。だいぶ中心部の方に出てますね。PS コンクリート。で、パワーがあって、あ、そうだ、ここにも餃子のお店ありますもんね。みなくちの餃子のお塩って言うと、あ、みなくちじゃないのか、そこ三雲になるのか、高架市だとね。915線のね、旧道沿いのところにでっかいお塩ありますけどね。ちょっと外観が独特なんでね、なんか、ちょっと昔ながらの大塩な感じがあって、でかいんですけどね。おー、なんか西の方に来たなって気分になるんですよね。ほんと？あ、警察署か。へぇ、きれいな警察署。あれ、こんなきれいだったっけ。建て替えたのかな。で、ここがバードとね、あれが一緒になってるとこですね。こんな辺り歩くのは初めてだ。チャリンコはね、ちょいちょい、あ、チャリンコじゃね、車ではね走ったから、ここもう一回給油したことあるな。うん、結構新名神という甘い罠を知ってからは、あ、分かんちゃった。大丈夫、ここでかいですよね。そう、初めて来た時に、あれってなりましたもんね。何レーンあんの。12、14、17、18、19、20レーン。20レーンは多いな。エアチェック、こんなとこにあるんだ。珍しい方のエアチェックですね。よっしゃ。そう、そこの声優がね、いわゆる手っ取り早く、今金婚観光になっちゃダメだよ。今金婚観光になってるね。なり始めたね。ちょっと待って、まずいよ。